俺は群馬なんきゆうぼんだ。頼むまい群馬なんきジャガーです。極上本日の企画は、はい、ジャガーおすすめ地元のラーメンを食べよう。よいしょよいしょ。テンション上がってますよ、はい、地元に来たら必ずここ来ます。それがこちらのお店、どうぞどうぞ。メンタツさんでございます。味噌蔵メンタツさん、しびっしょ。俺もうこれいいね。そんな老舗でしょ。もうだってね、看板日の光やついて割れちゃってるからね。そうそうそう。でも本当に老舗あります。あの高校ぐらいから来てます。高校から来てる。来てます。正直本当にもうで帰省したら必ず来る。おお、決めてるお店なんで。大好きなところなんで。大好きです。本当にぜひ紹介したいと思って、うん、なるほどね。はい、あの味噌ラーメンってあんま群馬食わないんすよ。そうだな、確かに、うん、味噌がメインってあんまないよね。ないから。確かに。だからすごいやっぱ違うところに来たなっていう感があるよね。はい、ということで、ということで早速中に入って、おすすめの味噌ラーメンを食べて、はい、いい気はしちゃう。よいしょ。ねえって、その面白いやつ一回向けたことねえし、挑戦しようっていう心ももうない。ここ絶対カットするし。ということで、はい、僕が大好きなラーメン屋さん、地元に一回来たら必ず来るのが過言じゃないラーメン屋さんです。いや、めちゃくちゃ雰囲気いいね。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ混んでる。混んでる。今日はあの地元に戻ってきてるんですが、はい、もちろん二人ですよね。二人です。だけど、これが横並びになって今、うん、慣れてますね。はい、ということで、つまり、撮ってるやつがいますよ。いますね。撮ってるやつ、はい、俺の地元の爪です。こんにちは。ない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 。地元のやつ、カメラマンしねえよ、普通。どういう気持ちなの、逆に。初めてだから新鮮な感じです。なんで楽しめんだよ。俺だって嫌だよ。そうで、この味噌ラーメンなんですよ。おお。で、白、赤、黒、辛味噌ってあって、うん、俺はまあ赤味噌が好き。赤なんだ。俺が絶対食ってほしいのは必ず煮豚おにぎりの大、これ大ね、絶対食ってほしい。これはもう必ず。わかりました。俺は決めました。俺も OK です。はい、じゃあ決まった。俺お子様メニューの白味噌ラーメンと煮豚おにぎり大。大人でも OK って書いてるよ。第8で第8で煮豚おにぎり食ってる人やもん、それは。で赤でしょ。なんか赤、うわ、赤食ってほしいんでしょ。うん、赤食ってほしいね。でも俺白も好きなんだよね。最初は赤いってほしいな。俺が好きだからね。え、何食べるの。俺は餃子のみ。餃子のみ。餃子のみね。なんでこそ。じゃあ、棒餃子も。棒餃子、何それ。ちょっとこれもあんま見ないと思う。よし、だから絶対頼みたいと思って、これも頼みましょう。いいな。ということで決まりました。つけ麺が3ね。つけ麺が3決まってねえよ。話のまとめが下手すぎ。絶対政治家になれねえわ。で、俺たちは生ビール飲むってこと言うよね、今日は。飲んでいいんじゃん。飲んでいいっす。オッケーっす。使っちゃ飲んでいいっす。オッケーっす。使っちゃオッケーっすか。なんでかっていうと、カメラマンもお願いしてて、ドライバーもしてくれてんのよ。申し訳ありません。いいよ。すいません。すいません。はい、頑張っていきましょう。行きましょう。そんまに乾杯ですね。乾杯。今日も長いんでね。じゃあ早速食っていきましょう。はい。じゃあ、ということで、さっかり行きましょう。あ、やべ、帰ってきた。
買ってきた感がやっぱある。買ってきた感やばい。ということで、はい、行きましょう。じゃあ行きましょう、皆さん。はい、いただきます。うわ、これやばいね。やばいでしょ。このチャーシューやばいね。チャーシューやばいね。これやばいね。これめっちゃやばい。うめぇ。地元？地元来た。地元の味？あ、うめぇ。うめぇ。あ、地元の味だ。いや、あんた地元じゃねえよ。いや、来たらもう地元。いや、もうどこも地元だな。一緒に。写真化してもらっちゃうから。うわ、ボロボロじゃないかな。めっちゃボロボロなんすよ。うん。うめっしょ。うまい。これで酒あれ行けるもん。じゃあちょっと棒状作っていいですか。はいはいはい。じゃあ棒状が行かせてください。あのこういう形のやつあんまないよね。ないね、うん、こういう形の、うん、もう嫌いねえかも。ごめんなさい、これ一つ言っていい？極上一回も来ねば。やべ、忘れてるやべだこいつ。ただの地元にタッチしただけだから本当に。極上言えや。極上入りました。今更なのちっちゃいし。俺ちょっといい、うん、ちゃってます。うわ、おいしい。やばい。うん、うわ、うまい。またちょっと違う。違うよ、普通のものだと。もっとなんていうの、普通の麺だよ、なんか、なんていうの、もっともしてる。わーから、あとちょっとサクッと感もあるし、ね、ある多少、うん、ね、うん、うん、いっちゃおいしい。いい、うん、おにぎり、うん、でっかいね。でっかいね。こっちだ、こっち。うまいやつ食いたい、これ。うまいやつ食いたい、うまっ。めっちゃ、その、ありがたい。うわ、なんかそのままちょっとっていうか好きに なりかけてる今。いやいや、さあということで、はい、もう残すとこ一口ですか。そうですね、うん、もうじゃあ行きましょう。いいっすか、最後いっちゃって、はい、行きましょう。いいっす。うん、最高だ。ということで完食でございます。完食です。あー、そう。いやー、うめぇな。めっちゃうまかったっしょ。うん、ちょっと待って、もううますぎたんで、うん、ちょっと、その場でさ、うん、あの大型パック言うように大型だって多分俺の親父に頼めばいいけど、うん、あ、ほんとそう。なんか水引っ張っちゃう、高田の前で17号置いてさ、いつも食いにしちゃうよ、これ。もしたら俺も嬉しいんだけど。そうでしょ。あの店引っ張っテクニスは今はもういるお客さんたちも全員引っ張って、東京で困る。はい、僕のそのラーメン紹介させていただいたんですけど、いや、うまかった。いや、うまかった。よかったね、そんな嬉しいわ、マジで。本当にこの感覚なんだろうと思った。その、うん、久保さんが高崎で、俺が行ってる行きつけのお店とか紹介して、うん、で、なんか美味しいって、俺、めちゃくちゃ美味しかったって言って、うん、まあ、嬉しいわ、みたいな感覚、もう初めて味わった。そうだよね、地元来て、うんうんうん、もっと紹介したい、紹介したいという欲が出てくるでしょ。出てくる、その時期。メリカツさんはね、メリカツさんですか。メリカツさんですね。はい、じゃあ、ごちそうさまでした。メリカツさんです。ごちそうさまでした。ありがとうございました。おいしかったです。 OK、 いいな、以上。味噌ラーメンの後多分うまいね。一番うまい。で、ちょっと、うん、ちょっと、なんか、うん、さっきちょっと、今日帯同してもらってる、うん、スカちゃん、スカちゃんと、うん、アンシャルプターのとりあえず一回、ユーポンさんここ置いてっちゃおう。で、ちょっと、二人でちょっと、一回ちょっと地元、うん、地元、せっかく戻ってきちゃって、うん、一回ちょっと地元のやつでちょっと遊びって、バーベキューとか一緒しちゃうから、一回ちょっと、ちょっと待機できる、どんぐらい、1日ぐらい、1日ぐらいいける。じゃあ、とりあえず喧嘩しようや、喧嘩しようや。2対1全然いいよ、全然いい。その地元で喧嘩しないようにしてんだけど、全然いいよ、まあいいよ。だからもうヒッチハイクで帰ります。それで行くわ。車ある。ということで今から、うん、ちょっとまたちょっと相馬のおすすめスポット紹介しようと思ってるんで。はい、お願いいたします。今から行きましょう。行きましょう、楽しみだね。楽しみです。天気めっちゃいいね、今日。めちゃくちゃいい。
きましょう。行きましょう。おい、どうした。